ビッカース・ロットン戦車は、戦艦機に、イギリスのビッカース・アームストロング社が開発した戦車で、ビッカース・マーク・ E の名でも知られる。1928年に完成、イギリス陸軍には採用されず海外輸出用として、生産され、多くの国で戦車部隊の基礎となっただけでなく、いくつかの国では独自の発展型も生み出された。第二次世界大戦においても、 なお数カ国では現役であった。1928年、ビッカース・アームストロング社は自主開発によって新しい戦車を完成させた。当時としては新機軸といえるアイデアや機構を盛り込んだ設計であった。サスペンションは特許を取得したボギー式のものであった。これは4個の小型天輪を1組としてリーフスプリングで喧嘩した。 ボギー式天輪を配置するスタイルで、シンプルな機構ながら追従性は良好で、この後、多くの戦車がこれに習った。ピッチの細かいガン構成の履帯は軽量ながら、堅牢で、対応走行距離は3000マイルあった。車内通話装置を備え、後期には、短波無線機も装備した。当初から、基重に長装備の双砲塔型、砲と銃を装備の単砲塔型の二種が、 想定されており、特に単砲塔型では、砲と基銃が同軸に装備されていて、これも当時では新規軸だった。また武装他装備も顧客の要望に従って変更可能というのもメーカー側のアピールポイントだった。車体はリベット構造で、戦闘室前面、砲塔周囲で、 最大装甲圧 13mm が標準だったが、顧客の注文によっては 17mm までの増圧も選択できた。名称はロットン戦車だったが、装備によって7トンから8トン程度の重量となるのが普通だった。イギリス陸軍には採用されなかったが、その後の10年間に多くの国に輸出された。特に第一次世界大戦当時の旧式系、戦車である。 ルノー FT-17 やビッカースカーデンロイド豆戦車で戦車部隊の創設を始めた国が次により本格的な戦車の装備を目指す際更新機材としてロットン戦車は手頃な存在だったロットン戦車はソ連、日本、ギリシャ、ポーランド、ボリビア、タイ、フィンランド、ポルトガル、中国、ブルガリアに輸出されそのうちソ連とポーランドでは ライセンス生産も行われて、独自の発展型も生み出された。輸出先として、中小国が多かったために、イギリス国内での生産台数は、さほど多くなく、150両余りとみられる。車体全部に付けられた名番なお、マーク E の故障は、それ以前に、ビッカース・アームストロング社が作った、輸出用の中心車、マーク C、マーク D に続く輸出用の故障である。 会社が戦車に取り付けた名板を見ると、例えば、中華民国に輸出した車両のには、ライトタンクマーク E と書かれている一方、フィンランドに輸出した車両のものには、6トンタンクと記されており、もともと故障はしっかり統一されていなかったか、あるいは途中で変わったらしいことがわかる。中国語ロットン B 型式戦車8月21日の夜、安田部隊は、 上海公平寺付近で3台のタンクを池取りにし、22日に陸戦隊員によって我が陣地に栄光した。それに乗っての記念撮影。浜野義夫、ビッカースロットン B 型式戦車。ありがとうございます。